今夜のゲストをお呼びいたしましょう声優のそしてアーティストの朝倉桃さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこんばんは朝倉桃ですようこそやんたんにおいでくださいましたいや本当にお邪魔しますいやもう朝倉さんといえばはい。はい、去年の兄様以来ですかそうですねそれ以来ですしそ,そう。がっつり二人でお話ししたことないですもんねないんですこれ理由があるんですよ、うん 僕が、はい、トラス性好きだからはいもう<え>共演とかしても<え>全く話しかけられないそうなんであそうなんですよ、えー、あれご存知なかったですかあ,あの先週、はい、あのおいさんの 番組出ますけど「大石さんトライセール好きなんですよ」っていう軽く情報は聞いてたんですけどそのお話ししない理由がそれだとなんかそんなにですよみたいな。去年の「アニサマ」もゲネプロっていうのが前の日にあってそれで本番迎えるっていう感じだったじゃないですか。でそのゲネプロの楽屋が個人楽屋じゃなくて大部屋みたいな感じのところでアーティストさん皆さんねおのおのテーブルに。 こう集まってっていう感じだったんですけど、はい、大石正義のテーブルの斜め前が。はい。そのお三方だったんですよ。とらせの。え、あ、<か>そうでしたっけ。確かそうだったんですよ。はいはい。全然喋らない。<laughs> <laughs> あの。全然喋られへんっすね。えー、本当ですか。あのお喋りクソメガネが。全然喋られへん。<laughs> しかもそん時メガネ外してるから、はい、おしゃべりとメガネ取れてただのクソになってたっていうね。<laughs> ほんまに。いやそれぐらいねあ,そあのアーティストとしてすごく大好きなんですけども。